廿日市市天神の廿日市市中央市民センターでお祭りが行われました。地域のお祭り、はつらつハッスルあったかふれあい冬祭りは、廿日市祭礼保存会による威勢の良い獅子舞で始まりました。これは廿日市コミュニティ推進協議会が中心に企画し、地域のつながりを強めるイベントとして5年前にスタートしました。会場はおよそ1000名の来場者でにぎわいました。屋台ではカキフライや麺類などに舌鼓を打ち、ステージではダンスや神楽などの演舞を楽しみました。こちらの餅つきコーナーは特に子どもたちに大人気。つき上がったお餅を丸める作業はボランティアグループ廿日市調整会の皆さんを中心に行われました。廿日市調整会では会員を随時募集中だそうです。どうぞ皆さん廿日市調整会に参加していただいて、廿日市市民の方にいろんなボランティアで活動していただけたらと思いますので、55歳以上の方でも入会できますのでよろしくお願いいたします。おいしいおいしい山木餅はいかがですか。祭りの裏方として毎年奮闘しているのが廿日市中学校の生徒たち。オープニングセレモニーの司会を務めたり、イベント前日の準備や宣伝用のオリジナルの旗を作るなどしました。そしてこちらが廿日市中学校の果物販売ブース。デコポン、温州みかん、石地みかん、はるみ10キロ、ネーブル20キロ完売します。そのお隣では発注焼きと呼ばれる廿日市中学校オリジナルの今川焼きが飛ぶように売れていました。発注焼きは交渉の刻印が入っているのが特徴で、1個100円です。また会場を沸かせていたのが廿日市中学校有志33名の迫力ある発注ロックソーランでした。発注のロックソーランが力強くて良かったと思います。発注焼きもとても美味しそうで、みんなとても頑張ってますました。周りが賑やかで、私知った顔がね、たくさんいらっしゃるんで、そうして会えるのが楽しいですね。今は焼酎飲んでます。ここほいで牡蠣も美味しかったですね。ここの祭りは毎年来ております。いいですね、昼のお酒はね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい。